はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の野端です。行政書士合格の取説シリーズ、野端のズバッと重要論点ポイント解説講座第1回目を行っていきたいと思います。はい、ということで、今回からですね、全10回になりますけども、合格の取説を使った最重要論点のポイントを解説する講義を行っていきたいと思います。これまではブログを使って文章で皆さんに対して大切なことをお伝えしてきましたけども、やはり一番大事なところは、こう、講義形式で伝えていきたいというのがありまして、今回この講座実現することになりました。はい。で、一講座あたりが、だいたい20分から25分ぐらいになっています。なので、取説のね、全ページからすれば、当然全てを解説していくわけではないんですけども、今年の試験に向けて、これだけはしっかりやっておかなければいけない。出題予想されるものに絞ってお話をしていきますので、どうかね、この講座を使っていただいて、合格勝ち取っていただければと思います。はい。で今回、この講座を受講していただくために必要なものをお伝えしておきますけども、まずは当然ですよね。合格の取説のテキストは手元に置いてください。もちろん画面にこう映していくんですけれども、いろいろ書き込みをこう加えていっていただきたいので、お手元に置いといていただけるといいかなというふうに思います。はい。で今回の第1回目と第2回目は、憲法を想定、予定しております。はい。ですので、憲法の取説を出してください。具体的にはこちらですね。はい。30ページのところで、幸福追求権、憲法の人権のテーマですけども、今日こちらを中心に扱っていきたいと思います。で、まずなんですけども、皆さん、お手元のね、取説と見比べていただければわかるんですけども、こういった形、今ここ、学説とか判例とか書いてますけども、これはね、私が事前に、書き込みを加えてあるものです。どうしても講義時間が、こう20分、25分なので、授業中にね、こう講義中に書き取っていくのは大変ですから、基本的なものはあらかじめ入れております。なので、必要があれば、こう、講義を聞きながら書き取ってもらうですとか、もしくは、途中で止めてもらって、書き取っていただいてから、再開していただけるといいんじゃないかと思います。はい。で、なぜ今回、たくさんのね、人権分野の中から、幸福追求権取り上げたかと言いますと、過去の出題の年度なんですよね。はい。例えば、過去10年だと、3回、幸福追求権から出題されております。で、2011年、2014年、2016年が出題なんですね。過去書きはどういう内容のものが出題されましたかということで、まあ、そもそも新しい人権とは何ですかみたいな学説の問題。そして、どういうものが新しい人権として認められたのですかという判例問題。まあ、そういった形の出題があります。まあ、見てもらうと、大体こう2、3年おきに出題がされているにもかかわらず、17、18、19で出題がないんですよね。ということになってくると、今年2020年はかなり危ない分野ということになってきます。出題の可能性があります。はい。じゃあ、お話をしていきたいと思うんですけれども、まず、新しい人権とは何ですかという確認を当然していかないといけないと思います。はい。日本国憲法には表現の自由ですとか思想良心の自由があらかじめ規定されています。それは過去に国が犯してきた最も重要な人権たちを並べてきたものなんですよね。で、今現代社会になっていくにあたって、昔と比べた場合、人権として考えていくべきものって増えてると思うんですよ。日本国憲法ができた時に、プライバシーって概念はあまりなかったんですよね。はい。ですが、現代社会においてプライバシーはものすごく大切な権利として考えられています。ただ憲法にはプライバシー権というものは書いてありません。じゃあ、プライバシー権を主張するためにはどうしたらいいのかというところで考え出されたのが、この幸福追求権を根拠にするっていうことですよね。はい。31ページのところに、こう、条文があるじゃないですか。はい。条文がありますよね。チェックするまでもないんですけども、すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると。はい。国民には幸福を追求する権利があるんだよ。はい。ここにプライバシーの権利を入れ込むわけですよね。
はい。というのが、まず大前提です。で、この絡みで30ページに戻っていただいてね。はい。見ていただきたいのは、ここがポイントのところです。ちょっと書き込みを加えてください。はい。この幸福追求権の憲法13条なんですが、ね。はい。13条は、具体的な権利であると。はい。具体的な権利であると。ちょっと字が太すぎますか？はい。まあいいでしょうか。読めますか？はい。13条は具体的な権利であるということです。うん。まあ、憲法13条で直接何か求めることができるっていうのが具体的な権利っていうところですね。はい。で、皆さんが勉強してきたものの中で、憲法で具体的な権利ではないっていうものがあるんですよ。どうですか？はい。ちょっと書いておきますけども、はい。生存権ですね。はい。生存権です。25条ですね。はい。25条です。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。25条は、その25条を根拠に直接何か求めることはできなかったわけですよね。生活保護法っていう法律があって、その中で国に求めることができるだけであって、25条単独では何か言えるものではなかったわけですよ。ですから、この幸福追求権は具体的な権利っていう言い方をしますけども、生存権は具体的な権利とは言わないわけですよね。はい。いうところもせっかくなので比較をしておきましょう。はい。そして、皆さんね、30ページの下あたりにこうスペースがあると思うんですよね。で、ちょっとこのね、言葉をこうあらかじめつけておいたので、よかったらこうね、書き取りながら話を聞いていただきたいと思うんです。はい。どういうことかと言いますと、新しい人権。まあ皆さんはどんなものが新しい人権として認められたのか勉強していると思うんですけども、そもそも論で、新しい人権をとにかく広く認めていくんだっていう考え方と、いやいやそうではないと、豊かに生きていくために必要なものだけ認めていくんだって考え方、二つあるんですよね。はい。広く認めていくのを一般的行為説。必要なものだけ認めていくのを人格的利益説って言います。はい。当然皆さんが勉強してきた判例の考え方からすると、はい。こちらの、人格的利益説なんですね。それはもういいんですよ。はい。ただ、なんで新しい人権を広く認めてはまずいのかってことをちょっと押さえていただきたいんですね。はい。で、これ書き取っていただきまして、31ページの下にも多少スペースがあると思うので、私はそこにね、こう書き込みを加えていこうと思うんですけども。はい。よいしょ。ね。はい。例えばです。人権という、こう、水槽があったと仮定して、で、そこにね、もともと人権が入っていると思ってください。憲法では思想良心の自由とか表現の自由とかもともと入ってますよね。はい。で、まず考えていただきたいのが、人権と人権ってぶつかったら制約って受けるんですよね。はい。この人権のね、番号は気にしないでほしいんですけども、例えば、この二つの人権がぶつかってしまうことがあるとすれば、いわゆる公共の福祉ってもので制約が加えられます。よく言われているのは、私たちには表現の自由がありますけども、まあ、人を誹謗中傷するような発言は、名誉毀損罪に問われるかねないわけですよ。はい。ある人の表現の自由という人権と、ある方の名誉権という人権。はい。まあ、そこがぶつかっていけば、当然表現の自由の制約はあるわけですよね。はい。そんなことも考えてみてください。はい。他にもいっぱいね、ぶつかったら制約受けるんですけども。で、ここからです。ここに新しい人権を入れていきましょうか。はい。この人権という水槽の中に新しい人権を入れていきましょう。と、どうなりますかね。はい。適当にね、こう入れていきましょうか。こうね。
はい。なんとなく推測できますか？人権の水槽に人権を新しくたくさん入れると狭くなってくるわけですよ。狭くなってくるってことはぶつかる可能性が増えますよね。こうぶつかったりね。はい。する可能性が増えるわけですよ。ぶつかるとこう制約を受けるって話なんで、ね、まあ、ここもそうですしね。まあ、ここもそうですし、ここもね、そうですし、まあ、ほかぶつかってますからね。はい。ということで、うん、人権が増えすぎると、どんな結果になるのか。これ右の方にちょっと移しますけども。はい。こちらです。人権が増えすぎると、公共の福祉による制約も増える。ぶつかっちゃうんですよね。はい。これ、ね。はい。ぶつかっちゃうんですよ。で、結果的に人権全体の価値が下がっちゃうんですね。はい。だから、何でもかんでも新しい人権として認めるべきではないっていうことなんですよ。はい。で、こういった人権の価値が最終的に下がってしまうぞっていう考え方のことを、ちょっと難しいんですけども、人権のインフレ化って言います。人権のインフレ化ね。はい。ここまで聞かれたことはないんですけども、全体的なね、考え方を聞かれたことは2011年にありますので、皆さんせっかくですから、この辺の考え方少し入れておいてください。はい。こんな形でね、進めていきますんで、ちょっとペースが早いなと思ったら、一旦止めてもらって、書き込みをして、また再開してみてください。はい。というのが、まず一つですね。うん。で、あと皆さんに新しい人権としてお伝えしておきたいのが、そうですね。例えば、33ページを見てあげてください。はい。まあ、いろんな判例がね、ここではありますけども、まあ、絞っていきますね。はい。33ページのところで、前科等に関わる事実を公表されない利益、まあ、ノンフィクション逆転事件というものがありますよね。はい。まあ、ここは皆さんが一度勉強しているものとして話をしていこうと思うんですけども、はい。まあ、ノンフィクション小説逆転ですね。この中で過去に傷害事件で有罪判決を受けた A の実名が使われてしまったと。はい。で、まあ、過去に有罪判決を受けた事実というのは前科ですよね。普通に生活していく中ではもう隠しておきたい事項ですよ。A としてはこれを周りに広めてもらいたくはないんだ。はい。でもこの作家としては、うん。まあ、実名を載せて執筆する自由もあるはずだっていうことで、お互いの利益がぶつかっていくわけです。で、こういった二つとも、まあ、考えなきゃいけない人権が、こう、ぶつかっている時の考え方として、比較考慮というものがあります。こちら、どうですか？拡大しておきますけども、比較考慮ね。はい。二つのものを比べて、天秤に掲げていくって発想です。比較考慮ね。で、A さん側からすると、前科を公表されない利益です。で、作家の方からすると、前科を公表する利益っていうことなんですね。はい。で、どっちが優越するかは、これケースバイケースです。はい。まあ、原則論としては、前科を公表されない方が上回っていきます。ただ、前科を公表する必要性が高いんだったら、前科を公表する理由の方が高まってきます。価値としては。はい。で、今回こういう考え方をしていただきたいと思います。A さんは一般人です。はい。一般人です。で、一般人の方が、まあ、前科を知られたくないとなっています。で、一般人の方の前科を知りたい人が日本国内どれだけいるかってことですよね。はい。一般人の前科を知る必要性がどれだけあるかってことです。で、基本ないじゃないですか。で、逆に、その前科をね、持っている方が国会議員であるとか、もしくはこれから国政選挙に出馬する方である場合はどうですか？ね、
これから日本になっていくような国会議員が過去にやったことっていうのは知りたいわけですよ。はい。なので、この前科っていうものに対して、それが一般人の方の前科なのか、国政に携わる方の前科なのかで、全然変わってくるわけですよね。はい。今の話は、ここ。ズバッと解説6番に入れてるんですけども、はい。まあ、国政選挙に出馬する候補者の前科履歴は公表が許される場合があると書いてますね。はい。そう。でも今回の A さんは、そんな方ではありませんですから。はい。なので、このノンフィクション逆転事件の事例に即して話をするならば、優先したのはこちらです。前科を公表されない利益、こちらが優先しています。はい。この比較功労という考え方をしっかり理解していただきたいと思います。はい。で、せっかくなので、ここに関わる話をもう少し見ておきたいと思います。はい。皆様は、そうですね、32ページの下あたりにスペースがありますので、そちらに、はい。これを書き取っていただいてもいいですか？はい。Google 検索結果削除請求事件という事件です。はい。平成29年なので、こう、結構新しめの判例なんですよね。うん。で、ここについても、比較考慮っていうものを使っています。うん。で、こちらに関して詳しい内容は、実は取説の問題集の方にあるんですよ。ですから、私今から画面で取説問題集移しますね。これお手元になくても大丈夫ですから、はい。画面見てください。はい。取説問題集の問題6番ですね。はい。の、これ多子選択形式で、作っているんですけども、うん。この多子選択式の元になっている判例が Google の事件なんですよ。で、これ解説結構詳しく作っていて、はい。17ページ見ていただくと、うん。こんな形で事案とか載せてるんですね。今回これを使って説明していきたいと思います。はい。さあ、事案です。うん。X が自動回収で逮捕されて罰金刑だ。うん。X が捕まっちゃうわけね。はい。で、まあ、現代社会ですから、こんな事件を起こすと、こうネット上に上がってくるわけですよね。はい。SNS に上がってくるわけですよ。はい。ですから、内容の全部または一部が、ウェブサイトの掲示板に書き込まれちゃった。うん。で、Google って検索サイトありますよね。で、Google の検索サイトで、はい。X の居住する県の名称と X の名前を打つと、検索結果で、その事件が書かれたウェブサイトが出ちゃうんですよね。はい。となると、まあ、X はこれ悪いことをしたんですけども、まあ、罰金刑で罰金払って罪償ってますから、もうこの情報は知りたくないんですよね。はい。忘れてほしいわけですよ、世間から。でも、Google さんの検索結果には上がってくるということで、はい。求めたのが、よいしょ。はい。X は Y、Google に対して検索結果の削除を求める仮処分の申し立てをするということです。はい。ここまでいいでしょうか。で、判詞解説と書いておきましたけども、最高裁が何と言ったか。うん。まず、平成初期の判例だったり、昭和の判例だったりすると、こういったものでプライバシーって表現使わないんですけども、平成の29年ですから、横文字プライバシーを使ってます。はい。まず大前提として、個人のプライバシーに属する事実を、みだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるっていうのが前提ね。はい。はい。Y のことを、まず、失礼。X のことを考えているわけですね。はい。X のことをまず考えてますよと。ただ、Y 側のこともこれ考えているんですね。Google さんね。はい。で、今、情報化社会ですから、こう何か調べるときに絶対インターネットを使うわけですよ。で、その時に、いちいちその URL、HTTP とか、それ打ち込んで検索するかってしないんですよね。やはり Google さんみたいな検索サイトを使って、レック、ロバタとか打つわけですよ。はい。そうでもしないと情報が集まらないわけね。探せないわけですよ。はい。ですから、
検索結果の提供、Google さん Y 側の検索結果の提供は、情報流通の基盤として大きな役割を果たしているんです。はい。で、さらに、この検索結果の提供っていうのは、はい、提供っていうのは、こっちに書きますね。表現行為だとも言ってるんです。Google さんの Y の検索結果の提供って表現行為だって言うんですよ。で、表現となってくると、皆さん表現の自由って勉強してますか？うん。一番大切な人権の一つですよね。だから、基本的に表現の自由って制約かけられないわけですよ。はい。となると、確かに X も事実をね、公表されない利益持ってるんでしょうけど、この検索結果の提供が表現行為ってことになると、なかなか X の主張って認められにくそうですよね。はい。で、こういうことを言ってます。よいしょ。うん。X の事実を公表されない利益と、Y が検索結果を提供する理由を比較考慮した上で判断と出ましたね。ここで。はい。比較考慮した上で判断してくださいってなってます。で、比較考慮した結果、公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、Y に対して検索結果の削除を求めることができると。うん。で、今回は、X さんの公表されない法的な利益が優越することが明らかかっていうと、そうではないって言うんですね。はい。ここなんですよ。はい。確かに X さんは、先ほどのね、ノンフィクションの時に話しましたけども、国政選挙に出てる方ではないです。うん、国会議員の方ではないです。はい。だけども、自動回収っていうこと自体は、社会的に許されない行為として認識されてますよね。はい。影響が大きかったんですよ。これがポイントなんですよね。はい。自動回収っていうのは、うん。社会的な、まあ、影響が大きいと。筋が、じゃないですけども。社会に与えた影響が大きいんですよね。うん。なので、過去にこんなことが行われたんだってことは、国民が知りたい情報の一つであるでしょう、ということになっていきます。だからこれ結論としては、結局、はい。検索結果の削除は、削除は、はい。認められなかった。認められなかったということになります。うん。X 負けちゃったってことね。はい。なので、一応こんな形で理解していただいて、あとはこの多子選択ですよね。この問題自体は多子選択で作っているので、ちょっと穴埋め形式慣れてね、何回かやってもらうといいのかもしれませんね。はい。じゃあ、戻していきましょうか。よいしょ。取説のテキストの32ページ。これでわかりますね。Google 検索結果削除請求事件。事実を公表されない利益と検索結果を提供する理由。どちらに重きを置くかというと、はい。検索結果を提供する理由ということになっていきます。はい。だから、比べるので、毎回こう結論変わってきますからね。はい。こう事件ごとに変わっていくので、まあ、そこをしっかり押さえていかないと、引っかかってしまうこともあるかもしれませんね。はい。ということなんですよ。で、せっかくなので、はい。もう一度33ページのところ見ていただくと、うん。はい。今日、時間の関係で扱いませんが、もう一つ、比較考慮に関する判例があるので、またこのページ見といてください。博多駅事件。うん。表現の自由の判例で、ほら、報道の自由とかね、取材の自由が憲法で保障されるのかですとかね、十分尊重レベルなのかってことが、まあ、勉強のテーマなんですけども、
うん、博多焼事件に関しても比較考慮しています。取材の自由が大切っていうことと、あとは、公正な裁判の実現っていうことで、比較考慮した結果って話になってますから、そこをまたしっかりね、確認していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。うん。あとはね、残り少ない時間なんですけれども、34ページのところですね。うん。一緒に見ていくわけではないんですけども、この重要判例、早稲田大学講演会参加者名簿事件ね。うん。これね、過去に、出題がないんですよ。Google の検索結果のものも出題がないんですけども、うん。この、早稲田大学の講演会参加者名簿事件も、過去に出題がありません。うん。なので、これは多種選択みたいなことで出てくることはないと思うので、取説の範囲をね、何回か見ていただくといいんじゃないかと思います。はい。あと、これがラストということになりますけども、34ページ5番のところで、プライバシー権の性質ってありますね。うん。で、プライバシー権どんな意味がありますかっていうことで、消極的側面と積極的側面があるという話をここに載せましたけども、そうね。35の方がわかりやすいかな。はい。この講義図解かな。うん。で、プライバシー権っていうのは2つの意味があります。もともとは消極的な側面だったんです。はい。ほにゃららしないで。国は私たちの私生活に関わらないでってことを主張するのがプライバシー権の主張です。で、憲法全体の勉強をしていくと自由権とか社会権って括りがあるじゃないですか。はい。人権で一番古くから主張されているのは自由権です。はい。放っといて、ね、自由に経済活動させてほしいとか、自由な表現活動させてほしいよっていうのが、はい。憲法の人権のスタートなんです。はい。なので、プライバシーっていうものの前提も関わらないでっていうところから始まっています。なので、ここに自由権的と書いておきましょうか。はい。自由権的ね。はい。こう書いてください。で、あとは積極的な側面ね。はい。なんとかしてってやつ。うん。自由権から社会権に、こう、人権もね、こう移っていくわけですよ。はい。積極的に生活保護してくださいねっていうことで求めていく社会権ですね。プライバシー権もそういう形で変わってきます。はい。もう現代社会だと、国は国民の情報を持っていることが前提でしょうと。情報を持ってないと、で、いろいろな保障とかできないですよね。はい。持っているのが前提ですけども、適切に管理しているのかっていうところを、まあ、確認したいと。はい。なので、私の個人情報を適切に管理してくださいね。おかしかったら、訂正してくださいね。消去してくださいねってことを求めていくような形に、プライバシー権の意味合いが変わってきます。はい。積極的に求めるってところなんで、はい。まあ、社会権的と思います。社会権的。なので、最初は消極的側面から始まっていますが、後々積極的側面に移っているってことを押さえていただきたい。この移り変わりね。まあ、両方とも今あるんですけど。はい。いうことになっていきます。うん。どうしてもね、こういった憲法の人権だと、こう判例判例判例ってなってきがちなんですけども、今日最初に説明した学説の話とかね、こういったプライバシー権の性質も過去には問われたことがあるので、まあ、そこをしっかりと学習していただきたいなというふうに思います。はい。うん。ということで、まあ、こんな形でやっていこうと思っているんですね。うん。こう、限られた講義時間で、こう、凝縮してお話をしていきます。ちょっとね、こう、書くのが追いつかないとかあるかもしれないですけども、うん。全10回ありますんで、これしっかり聞いていただければ、出題予想にもなりますからね。はい。なので、今後ともね、しっかりと皆さんに対しては情報提供していきますので、次回も憲法です。次回はこう、統治を扱っていこうと思ってるんで、また聞いていただけるといいなというふうに思います。
はい、では第1回の講義は以上です。お疲れ様でした。